新幹線に乗客と一緒に荷物を乗せて運ぶ貨客混載輸送。 JR グループ6社は初めて各社の輸送網を活用したイベントを開催しています。北海道から到着した新幹線から荷物が運び出されています。函館みかどと書かれた段ボールの中にはイカ飯が入っています。北海道で今朝取れたてのアスパラが運び出されていきます。新幹線の貨客混載輸送は4月に JR 東海が新幹線での輸送サービスを始めたことで輸送網が全国につながりました。全国輸送網を活用して今日 JR 旅客6社はそれぞれの新幹線の駅から東京駅まで名産品を輸送し、全国各地の新鮮な名産品を一堂に販売するイベントを初めて開催しています。ドライバーの残業規制により輸送力が低下する物流2024年問題の中、 JR 旅客各社は新幹線での貨客混載輸送の事業拡大を図っています。やはり地域の新鮮なものを、もしくは今日もありますけどデリケートな商品、新幹線って揺れが少ないのでなかなかこう他の輸送モードだと厳しいものが非常に運びやすいというふうに思ってますので、まだまだ新しい輸送モードだと思っておりまして、世間にそれほど認知はされておりません。今回全国つながったことによって一気に全国に広がるので、いろんなお客様に荷物輸送の素晴らしさをご紹介できるんじゃないかな。